アメリカ移住の魅力と問題点とは？アメリカに移住したい。これは多くの日本人が夢の一つにしていること。俺の身近では、最近ニューヨークへの移住を考えている梅ちゃんがそう。実際アメリカのロサンゼルスは世界一日本人が多い。海外の都市。夢を叶えた日本人はすでに多いが、住んでみて直面する多くの問題も。アメリカ移住の魅力。世界を常にリードする移住した民族でできた国アメリカ。ご存知の通り、日本との関係性は深く、常にその絶大な影響を受けている。ここに移住するのがいいのは、まずアメリカが多民族国家であること。例えばニューヨークのような都市は、人種のるつぼと言われ、アジア人を含め多くの違った民族が住んでいるので、日本人も違和感なく溶け込める。移住後に現地でネイティブレベルのアメリカ英語を学ぶことができるのはもちろん、場所によっては住んでいる人たちの母国語をライブで学ぶことも、ニューヨークの人たちはまさにそうだが、自分の個性を発揮し、プライドを持って生きている。そして夢をつかむために一生懸命仕事に掛け持って努力している。こうした刺激が受けられるのもアメリカだ。情報の発信源であり、新しいものは常にアメリカから始まる。すべて自己責任の国なので、移住すると自然に自立心が養われるが、アメリカのいいところでもある。ちなみに、この国は州によって法律や税制が全く違うので、住む場所はしっかり選ぶ必要がある。アメリカ移住の問題点。当然ながらアメリカは英語ネイティブの国。とにかく話すスピードが速いので、今までフィリピンで普通に話していた人がアメリカに来て聞き取れないなんてことがいくらでもある。一度字幕なしでハリウッド映画を見ればすぐに理解できるだろう。治安の問題は根深い。田舎を除き、アメリカは特に大都市では常にピリピリする空気を感じる。ダウンタウンはもちろん近寄れない場所が多いし、当然銃やドラッグ、性犯罪に巻き込まれるリスクが。さらには常に敵を持つ国であり、テロのリスクも大きい。都市部では物価も人件費も上がりきっている。そもそも日本のように先進国でランチを1000円以下で食べられる国は少ないが、アメリカの場合も当然生活費は高くつく。場所によってだが、黄色人種に対する差別がはっきり残る。サンディエゴで知らない白人にいきなり、リメンバーバールバーバーと言われたのは、韓国に住むマサオさんだった。日本人が最も多く暮らしている国なので、海外で日本人に会いたくないあなたにとってはマイナス。最も大都市なら遭遇率も低いが。意外と知られていないのが、お酒に対する規制が厳しいこと。日本のように公園でお花見パーティーのようなことはたやすくできない。怪我や病気の場合の医療費、歯の治療費が異常に高い。保険に入っていても上回る場合が多く、現地で処方された目薬が1本7000円台だったのには驚いた。産休がなかったり、保育園が月18万円もかかったりと、移住後の夫婦に厳しいところも。美味しい和食が身近でなくなる一方で、太りやすい食べ物が多かったりするので、健康管理が必須になる。何でもかんでも、書面主義がめんどくさいと話していたのは、ニューヨークに住んでいた、子ちゃんだった。俺の場合は、ニューヨークの反対側、西海岸にずっと興味があった。下関の監査法人で同期なのに、6つも上だった健太郎さん。とにかくカリフォルニア、そしてサンディエゴが好きだった人だった。現地のビーチについては彼がよく楽しそうに語っていたのを覚えている。ビーチが楽しいカリフォルニアという場所。カリフォルニアの魅力といえば、やはりその温暖な気候と開放的な海辺の風景。海沿いの街というのは、どこの国でも独特の雰囲気がある。特に綺麗な海を求めるなら、カリフォルニアでも南のビーチに行きたい。ちなみにロサンゼルスは海外で日本人が最も多く住んでいる都市。日本で成功したミュージシャンも意外とこのロサンゼルスやカリフォルニアに住んでいたりする。アメリカに移住しながら日本人ともつながっていたい。そんなあなたには最適の街と言える。カリフォルニアのビーチならぜひ行きたいのは、まずロサンゼルスのロングビーチ。ここはダイレクトマーケティングビジネスの先輩、北さんが2年間住んでいたり、健太郎さんが大好きだった場所。水族館からも遠くはない。観光地らしい場所に行きたいなら、映画の撮影として有名なパシフィックビーチ。人混みが嫌いの俺が個人的に好きなのは、開放感あふれるミッションビーチ。健太郎さんとバーで飲んでくれたのもこの場所。アミューズメントパークもあるので、お子さんにも喜ばれるだろう。その他、波乗りが好きなあなたなら、ブラックスビーチ。美しい夕日なら、サンセットクリフが外せない。デートに最適なのは、おしゃれな街並みもある。コロナドビーチだ。南国の島国、フィリピンに移住してだいぶ経つが、こうした東南アジアのビーチとカリフォルニアのようなアメリカのビーチはやはり違う。そして当然ヨーロッパの海も。
出かけたい時に気軽に世界のさまざまな海を一緒に楽しめる自由を手にした持ち仲間をもっと増やしたい、わしという規約を超えた旅費より上回る収入を得る方法についてはニュースセンターの中で指南している。人生を逆転するためにコロン島やサリガサ島に移住、フィリピン、ファッション、現地に溶き込むのは魂レベルでアメリカナイズされた徳田くん、俺と同じ泣き上手として知られている。